滝口二遊道は、高山貯牛の読売新聞1894年4月16日から5月30日に連載された小説。貯牛にとって諸女作であり、代表作であり、また唯一の小説である。時は、平家前世の時代。時の権力者、平の清盛は、我が世の春を謳歌していた。ある日清盛は、西八条殿で、花見の縁を催した。 ここに、平野茂森の部下で、滝口武者の斎藤時よりもこれに参加していた。この時宴の余興として、県霊門院に仕えていた横笛が舞を披露した。それを見た時よりは、横笛の美しさ、舞の見事さに一目惚れしてしまった。その夜から、横笛のことが忘れられない時よりは、恋しい自分の気持ちを横笛に伝えるべく、文を送ることにした。 スーの男たちから求愛される横笛であったが、無骨ながら愛情溢れる時よりの分に、心奪われ、愛を受け入れることに。しかし、時よりの父は、この身分違いの恋愛を許さなかった。傷ついた時よりは、横笛には伝えずに出家することを決意した。佐賀の王城院に入りた口入道と名乗り、横笛への未練を断ち切るために、仏道修行に入った。月岡義俊が、 月の百姿。法輪寺の月横笛1890年これを知った。横笛は時折を探しに、あちこちの寺を訪ね歩く。ある日の夕暮れ、佐賀の地で時折の年中の声を耳にする。時折に会いたい一心の横笛だが、時折は会うは修行の妨げなりと涙しながら返した。滝口に誘導は、横笛に、これからも訪ねて来られては修行の妨げとなると、 女人金星の荒野山聖清新へ今日移す。それを知った横笛は、悲しみのあまり病に伏せなくなった。横笛の死を聞いた、滝口入道は、ますます仏道修行に励み、その後、高野清となった。1923年、巻の映画により、映画化された。タイトルは、滝口入道部の小泉。監督は、後藤修正。ありがとうございます。